牢獄の街。あ、なるほどね。急に暗くなったな。いや、曲がボスの曲になってもうてる。欲望の街。ああ、もうそこから出発してるよ。剣士天使を仲間にして。勇者と君は狭間の世界を訪れる人々の気を。アクパーとの戦いでも、アクパー、あの、デーボンキングの絵違いですよね。先が読めてきました。アクバーって言っちゃったんですよ、あいつ、自分の名前を。まあ、悪魔です、あいつ。あの、デーモンキングの一回では悪魔なんですよ。まあ、せっかくなんで、ちょっとね、滅亡を振っていきたいと思います。よろしくお願いします。いいな、これ、見た目が統一されててかっこいいわ。音も今とめじくスライムなんですけどね。音がちょっとチャッチーくなりましたけど、ちゃんと森伝ですから、こいつら。森伝なんでやってくれると思います。少々 HP が不安です。さあ、悪魔、でけえなー、悪魔よ。悪魔、でけえな、お前。隣にいるわ。あの、その図体で隣にいるんですか。あ、来た、タイマの時期。それは当ててくれよ。ちょっと待って、なんで横にいんだよ。一体で来るよ、一体で。なんで一体で来ないの。ミラクルファッションとりあえず、幻に積もうか。幻に積もう。いいね。ガーディアンって言うんだ、君たち。あ、そうなんだ。色違いでガーディアンって言うんだね。さあ、バギーまでどんぐらい出るかですね。パッと見デビルアーマーはね、デビルアーマーゲートは風に弱いんで、どうでしょうか。あ、いい盾。でも、100列見たのがいいか。会心でやっていきたいよね。暗黒火炎弾。本当にデモンキングの色違いか。お前なんかイオとか使えないの。イオ系統使えないの。あ、全員食らったよ。あ、結構強いよ。んで。いや、ちょっと待って。追撃。さらにね、ここから追撃してくるってことね。なるほどね。いや、でも避けてほしいな。さっきみたいにね、さっきの奴らみんな受け取ったやけ。あかん。あー、でもこれ筋からで押されるぞ、このままじゃ。待って、このまま筋からで押されるぞ。まさかのミスチョイスが。滅魔さんにふざけてる場合じゃないぞ。幻積んで、とりあえずワンチャン作ってくれ。いやー、どうすっかな、これ。メタルエッジ、そっちか。そっちは幻に包んでなくないんじゃない？いか、とびちゃん。いや、避けてくれ、ちょっと。今度はどうだ。違う、そいつ違うよ。誰に別物吹っとん。誰に別物吹っとん。百列ビンタ打って。ナイナイス、ここで回収なんてかい。勇気食べたいね。勇気ためてとどめの方がいい。暗黒ラッシュ。あ、もうデスラッシュのことですね。はい。まあ、スキャバトにあなたはご存知でしょ。あ、もう全員、また主人公食らってった。わあ。え、2回攻撃？あ、そんなことないか。さすがにか。いや、どうだろう。HP、痛恨出ると削り切られるよな。でも勇気ためたいな、これ。特技が3つだからワンチャンあるか。これ特技でしょ、これ。パッと見特技なんで、これでいきましょうか。いや、でもグリーンガムでもよかったかー。今これグリーンガムでもよさげだったかもしんない。止めたらよかったもんね。一応暗黒火炎弾とかその追撃が特技だと思うんですよ。まあ砲撃がそうだからね。なんで、まあ、2分の1を3回引くって感じですかね。さあ、 OK、 ナイス。これは特技でしょ。さすがに特技だろ。これ魔法とかブレスだったら俺怒るよ。オッケー、よし。オッケー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 、大丈夫だ。いいよ。この一旦向こうで、できればこのターンに勇気ためないとちょっと後がないぞ。さあ、今度はどうだ。あっき、滅殺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 滅。よっしゃ、これはすごいわ。よっしゃ、頑張ったな。オッケー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 、マジで頑張った。お前マジで頑張った。これも特技。よし、取り返したよ。一気に取り返した、これ。ミラクルファッシュいいよ。普通に打点取っていいと思う。でも、このターンに勇気たまらないね、これ。あ、止まった。勝った。よっしゃー、わかった。勇気たまった。よし。てか、全員特技引いて。いいんだよ、今しなくて。今外さなくていいんだよ、特技なんだから。勝った。一瞬どうなるかと思ったけど。
メスマさんやっぱいい場所なんかあっていい。今日も空に、この今日もこの夕暮れに雷が落ちます。なんかね、レジェンドクエストの時はとりあえずなんか主人公使っときゃいいだろうみたいな、そういう流れがあるんで。テリー仲間に加えたんじゃなかったのかよ、ストーリー的に。また今日も雷落ちてきた。やっぱりアクパーって、ね、自分でアクパーってなっちゃダメだよ。うん。こうなるから。銀魔王との戦い、あれあれおおちょっと待って待って、マップがちゃんと作り込まれている。勇者で行くと君たちは幻によって世界を支配する。ゲーマーを、デザインを退治する。え？あ、退治するんだもう。そうだね、もう完全にさすがにそうだよね。さっきみたいな、なんか無道と対決って言ってさ、ザコ出てこないよね。うわ、すげえ、ちゃんとしてる。ムーアの城。マップちゃんとしてんな。さて、デスタムーアに挑むは、ま、ちょっと待って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 、今気づいた。また三日後に脱出装備してる。こいつまた三日後に脱出装備してるで。さあ、デスタムーアの BGM で、あ、もう普通にいらっしゃいますね。白目ですね。いや、違う、白目でって言っても頭の出ないよ。白目って言ってもね、上から1200叩き出した魔王もいますから、世の中。上から1200出した魔王もいるからな。お前はどんだけ強くなってるかですよ。いや、でもどうなんだろう。弱点は取れてると思うんですよ。この辺りでね、弱点は取れてるからね。さあ、行ってみよう。はい。なるほどなるほど。さあ、問題はですよ。今んとこ今日のね、レジェンドクエストにかなりいい感じのつばぜができてるんですけど、ここでね、かすると悲しいことになるんですよ。さあ、何が来る？バイキルトから入ってくる。こんな、お前ちゃんと準備してくんな。ちゃんと準備してくんじゃん。さあ、どうする。でもデスタムアってさ、ワンチャンさ、この辺りでいけない。デスタムアってもともと結構ね、特技が多めの魔王なんですよ。ここら辺で瞑想どうですか。バイキルトした後でしょ。なんかヘルホーンとか打ってくんじゃないの君。どうでしょうか。さあ、スターライトを振っていく。とりあえず打点取って。いいよ。しっかり打点取る、大丈夫だよ。ダッシュボムで。さあ、怖いのは敵のね、攻撃。エビルテイルとかは確かに怖いな。オッケー、打点取れてる。打点は大丈夫。つばぜりだけか。あと、怖いのヘルホーン！オッケー大丈夫でしょう。はい、オッケー。ノーダメージ。いや、ノーダメージとはいえさ、大丈夫、大丈夫。今日の俺はどう思ってる。今日のね、レジェンドクエストの僕は持ってるんで、つばぜり行きます、頑張って。いいメタ反応。メタ反応動き、いい動きだ。ここまでは順調だ。さあ、今日3回目。封印されし2秒死刑。今日も行くか。5、4、3、2、ここ、なるほど、ここ、皆様にご報告します。私、二の式に戻しました。よっしゃー、危ねえ、悪くなかった7秒だとね、7秒式だとね、ピッピュってなんかね、悲しいことになってるから、よく頑張った。あとは頑張れ、あとは頑張れ、お前らで頑張れ。あとはダッシュモン、あとはもう打点取るだけよ。削り切れることはないはず。3100もあるんで削り切れることはないでしょう。まあ、例えば上から1200だろうと耐えますよ。で、怖いのはやっぱり状態上で止まる凍てつく波動か。そのあたりが怖いですね、そう考えると。これで終わるか。 OK、 勇気は溜まったよ。勇気は溜まる。いい動き、メダハン、いいよ。今んとこノーダメージだな。あー、でもここに動いちゃうか。凍てつく波動だったら怖いのは5ターン目も凍てつく波動しちゃうタイプだもんな。さあ、何で来る。あー、これは大丈夫かな。全員食らって。あ、やっぱ火力高えな。あ、勝った。おい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 、昨今の魔王って来たらもうな、上から1200っていうよ、絶望的な火力見せてくれや。いやー、でも正直かなりあっさり勝った感が、やっぱつばぜりで勝てるとでかいっすよ。これで多分ダメージ防いだの、瞑想1.4よく成功したなっていう
よう瞑想1点を目成功したな。これでデスタムは無事撃破しました。よし、やっぱりあるよな、あるだろうな、やるしかねえか。上から1200っていうよ、絶望的な火力見せてくれや。上から1200っていうよ、絶望的な火力見せてくれや。いやばば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